回のテーマはマヨバカビバストグランプリ、私のおっぱい何点ですか後半戦。マヨバガールズたちの自慢のおっぱいをあらゆる観点から審査していきます。お楽しみに。マヨバカ始まりました。さあ今週も先週に引き続き、マヨバカビバストグランプリ、私のおっぱい何点ですかを行っていきたいと思うんですが、今回原口さんも審査委員長として引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。モノマネとかおっぱいとか研究してます。ほらおっぱい入ってた。よろしくお願いします。さあそして今週のゲストはハマカーンのお二人です。どうもよろしくお願いします。ハマカーンのお金持ちです。よろしくお願いします。ハマカーンの力持ちです。すいません、 MC 変えてもらっていいですか。お願いします。頑張るんで。大丈夫ですか。今日がチャンスだと思って。デシロがでこの番組デシロが少ない少ないと言って、はい、ずっと管を巻いてた人。文句ばっかり。今日はもう MC の位置ですから、ね。大騒ぎしてデシロ削ってやるよ。後輩のチャンスをやめろ。いやいやこの世界チャンスはピンチだ。ピンチはチャンスだ。アイドルのおっぱいに興味ありますか。ある大好きな。こっちがある。こいつら変態の塊ですから、ね、こっちがおっぱいなんですよ。僕はねお尻、うん、そうだからもう関係ない、今日関係ないけどずっとお尻見てるから。全然審査に関係ない。お尻の審査してるから。お尻だけケツ審査ね。さあそして月子先生、はい、おっぱいで、うん、運気が上がる方法なんていうのあるんですか。うん、そうですね、基本的にこれ、まあ、おっぱい単品というよりも全体的なんですけど、おっぱい単品。電話占いのマヒナで絶大な人気を誇る鑑定士月子先生がマヨバカのご意見番を務めます。体全体をそのやっぱりケアしたりとかこまめに手入れすると、その体が元気な人ってやっぱりいろんなものを掴む瞬発力が上がるので、おっぱいだけじゃなくて体全体磨くといいですよっていうところですね。さあそれでは改めてルール説明をさせていただきます。審査員の皆さんには10点満点でおっぱいを採点していただくんですが、審査基準がフォト、プニプニ、うん、プレゼンの、うん、通称 3P です。それだけお前が言うんかい。そこ譲らない。そこ譲らない。ゆっくりと食い気味で。さあそれでは早速参りたいと思います。後半まず最初誰か行きましょう。まだこれね自信がないでみんな見せてないかった。アイナちゃんが譲らない。アイナね自信があるからね。私は自信あります。見してくれよ。アイナちなみにどんぐらいあるんだよ。 D です。 D?D ですね。じゃあプリプリどう。ダメですから。確かにちょっとセクハラじゃないよ、後輩だから。マジこれパワハラセクハラ。セクもパワーも両方じゃあ誰かな。先週行ってないよっていう人4人いると思うんですけど、4人ちょっと手挙げていただいて。行ってない人、はい、じゃあ一番自信がなさそうだった、はい、中山ちゃん行きましょうか。中山ちゃんいいよ。じゃあそれではまずフォトから見せていただきます。本当に皆さんごめんなさい。じゃん。え、あらよくわからんか。ほらなんでなんで共演水着っぽい。たまらんな。たまらんな。ほら審査委員長が止まらんな。まさかのグルグですね。あれれれ、この奥を想像させる。なるほど。それよかった。さすがおっぱいがあるから。さすが研究されてますね。プニプニ度。これ原口さん、プニプニ度っていうのは、これね、プニプニ度っていうのは先週僕見たんだけど、新手の AV だ。違いますよ。違います。まずプニプニね。まずプニプニだからね。フリップを下ろしてもらって、フリップ下ろしてもらってね。アイナさん。あ、汗かいてる。めっちゃ汗かいてるから、あ、ちょっと結構嫌だ。洗っての AV ですね。本当にもう一回触りたい。もう一回行ってみて。もう一回だけ。もう一回だけ。直でね。しまっちゃう。直でね。なのでちょっとフリップを下ろします。フリップを下ろしてもらっていいですか。なのでちょっとフリップを下ろしてもらっていい。ちょっと審査員がちょっと怖いんですけど。ちょっと今怖かったね、なんか。こんな企画で
すんのおかしいでしょ。いくら目を細めてもモザイクが消えないんだよ。確かにね。どうなの、まあ、でも弾力があるおっぱいって感じでした。そうね、もう弾力がパーンっていう感じ。かなり敏感だってことです。そうですね、感じやすいタイプですね。感じやすいですね。ではプレゼンを最後にお願いします。はい、もう本当に尋常じゃないぐらいもうドキドキしています。と形は自信あります。いいじゃんいいじゃん。わかん、形に自信あるの分かるな。さあそれでは審査員の皆さん点数をお願いします。どうしました浜谷さん点。俺10点以外つけらんないよ。いやいや、そこはじゃない10点厳しくいこうよ。どう考えても10点じゃねえだろ。失礼。あれ声出ちゃってました。すいません、これ審査員席の話だから。アイヌちゃん、お尻の方はどうなってますか。ちょっと触ってもらっていいですか。失礼します。一応おっぱいの企画ですけど。いやそんなに敏感だな。うん、普通です。普通。さあ、書けましたでしょうか。原口さん3点だ。順番にいきましょうか。順番にか、ではまず、キコ先生から。先生からいきます。では6点。何を基準に点数つけているのか。ちょっとなさっきから厳しくありましたね。はい、さあ続いて浜川さんお願いします。はい、8。うち8よ。おお、いいですね。その敏感な方で加点を、しました。逆にうちらはそれが良かった。で、もう逆に今こうやって見せてもらえれば10点に変わります。簡単に言えばね。さあ先週は3点が続いていた原口先生ですが、いかがでしょうか。お願いします。こういう形で。いや、4の先っぽが分かってますね。なんか4の先っぽもこれめちゃめちゃリアルな横から見たおっぱいみたいな。いや、これインクがなかなか出ない。そう、トン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 ってやつがね、こんな感じです。あ、本当ですか。ということで4点、中山パイは18点でした。はい、あ、いいじゃない。中山パイ、中山パイ。第51回マヨバガールズバトル開幕。今月もバトルを繰り広げているのはこちらの8名。鬼塚真希、上村風子、津田夏実、香取咲、中山さやか、美咲愛菜、加藤圭、先駆け桃。この激戦区を勝ち上がる4名は一体誰になるのか。詳細はマヨバカもしくはマシュバラホームページまで。マヨバガールズ未来の鑑定士発掘バトル。さあこちらのコーナーではガールズに鑑定士の素質があるのかテストを実施します。その回答を月子先生に100点満点で採点していただきます。得点の結果はランキングにも反映されますので皆さん頑張ってください。今月のカードはフェアリーオラクルカードです。さあ今週の占いのテーマは友情運でございます。友情運でございます。対決は加藤ちゃんと美咲ちゃん。咲いてこい。はい、頑張ります。はい、頑張って。どんなカード。おー、鑑定開始。月が黄色に光っているので、これが乗っている妖精さんが美咲ちゃんだとして、このまたがっているこれが友情です。そこまで。これ自分の中にある力っていうものを積極的に勇気持って外に出してくださいと。でそれは自分が感じてること思ってることっていうのをこうどどと人に、私はこう思ってる、あ、思ってるっていうふうに言うことできるようになったら、あ、私もあなたのそういう考え方好きよっていう、そういうお友達どんどん増えますから、勇気を持って素の自分っていうのを外に出していきましょうっていう、そういうカードになります。加藤ちゃんの鑑定何点でしょうね。先生、じゃあ50点です。50点です。すいません。どんなカード。おー、鑑定開始。ちょっと悩んでるような顔をしていて、きっと加藤ちゃんは今何かしらの悩みが
あるのかなと思うんですけれども、この、後ろに蝶々がいて、この蝶々のこの辺キラキラしてるじゃないですか。なのでその悩みを解決してくれるお友達がこれから現れるよっていうカードです。そこまで悩んでんじゃなくてこの人笑ってるんですよ。はい、始めました。愛想笑いとかね、はい、そういうのでじゃなく本当に自分が楽しいと思うこと、はい、笑うっていう時間を積極的に作ってくださいと、はい、そういう時間を積極的に作っていくことで一緒に笑えるっていうそういう方どんどん増えていくので、はい、ちょっと最近なんかちょっとこもりがちなのかなっていう感じするので。笑ってないの最近。いや、また相談に行ってもいいですか。はい、何点でしょうね先生。55点で。55点。ちょっと上がりました。はい。はい、勝者みさきちゃん。おめでとうございます。じゃあ次行きます。なんだろう、なんか心ないんだよね今日の2人が。はい。来た。38番。最近の一番の悩み、うん、SNS で人気がないことについてなど。え？なんで知ってんすかそんなこと。テレビどんだけ出ても、はい、ツイッター増えないんですよ。今いくつですか。1000ぐらいです。 1000! はい、増えないんです。よく言うじゃないですか芸人さんはテレビ出たら3人減ったとか言うじゃないですか、うん、リアルに増えないんですよ。減りも増えもしないんです。すごい疑問なんだけど、うんうん、SNS、インスタですごい人気な子って実物会うとブスじゃん。なんでって思うの。突然逆さ、本当にそう思わない。何それ、そうなの。なんでこのブスじゃねみたいな。ブスまでは僕は言えないです。誰それ、はい、聞きたい、聞きたい、誰誰ピーしてもらうから。なんかね、モデルの子なんだけど、うん、なんかそのいるんです、なんかちっちゃくて、うん、なんか全然可愛くないのに、なんかなんでこの子人気なんだろうって思ってすっガン飛ばしてた。ファッションショーで。ファッションショーで。ヤンキーだー。あっちゃん、あれだってだから今あれがあるじゃん、ビューティープラスとか。そう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 、アプリがあるから。もうねー。SNS で見たらめちゃくちゃ可愛いのよ。うん、そうめっちゃ可愛いのよ。で現物だったら普通なのよ結構。ブスね。言ってないじゃないですか俺ブスと。いやいやいや、うん、ノーマルな感じな子が多い。まあ大きさだってタレントさんって顔ちっちゃいのよみんな。まあテレビだよ。ほんとみんな顔ちっちゃいから泣いてんの。苦しくなっちゃったって泣いてんの。ブスとか言うから苦しいよ。うん、SNS ね。だからみんな顔ちっちゃすぎんのよタレントさんが。普通の人だからブスじゃない、顔大きいとかになっちゃうじゃん普通だから。いや、ブスだよ。次行こう、いいよ。いらっしゃいませ。お客様、今日どんな洋服をお探しですか。はい、僕この後女の子と食事に行くんですよ。女の子と。はい、青山のレストランに。青山。はい、なんか完全予約制のすごい雰囲気のいい店なんですよ。そうなんですか。はい、で今おっしゃったみたいに、はい、僕ダサいじゃないですか。僕何も言ってないです。え、何も言ってないです。あ、心の声か。いや、言ってないです。個性的でいいと思いますよ。そんな言い訳やめてください。これはバカダサい。いや自分で言います、そこまで。だから、はい、何とかしなきゃなと思ってこのGパンメイト中野店さんに飛び込んだわけです。ありがとうございます。じゃあこんな服とかどうですか。明るい色で何でも合わせやすいと思いますよ。ちょっとな。ダメですか。はい、じゃあこれとかどうですか、季節的に、うん、ね。ちょっとな。ダメですか。はい、結構厳しいですね。はい、じゃあこのジャケットどうですか。このジャケットだったらね、レストランの雰囲気にも合わせやすいと思いますよ。すいません、はい、僕ここの服着てレストラン行かないですよ。服を買いに来たんですよね。はい、青山行くのになんかおしゃれな服買わなきゃなと思ったんですけど、うん、僕そういう洋服屋に行く服すら持ってないんですよ。だから今日は服買いに行く服を買いに来ました。服買いに行く服。はい、ここで服買ってここの服着てもうワンランク上の服屋で服買ってそこの服で青山に行きます。はあ、さすがにここのダサい洋服じゃ青山行けないですよね。どの格好のやつに言われてんのお前。お前言うとくけどな、めちゃくちゃダサいからな。なんやねんこの上下、めちゃめちゃダサいかい。一番ダサいのそれ。
そのバンダナ全く似合ってないからな。勘弁してくださいよ。これここで買ったやつですよ。さあ！鬼塚さん、鬼塚ちゃん、はい、来ました。どうぞ鬼塚さん、どうぞ。それではまずビバストフォトをお願いします。ちょうだい。じゃん。おあああかわいい。まあ、谷間ちゃんとある。ちゃんと腕をギュッてすることでね、うん、ねすごい。なるほど。寄せ効果もキュッてしました。素晴らしい。細身ですからね、はい、細身ですね。そこもちょっと甘味してもらう。さあ続いてプニプニ度をアイナちゃんに、はい、自分だけもうちょっと上げてもらっていいですか。失礼します。行きなさい。アイナ君行きなさい。あなるほど。ちょっとマルカの AV 後半。マルカの AV 後半。続編。鏡込んだ、鏡込んだ続編。あ、信玄餅。信玄餅。どっちで信玄餅。ちょっとスタッフきなこ持ってきてもらっていい。ちょっと踏み込み。ちょっと踏み込み。では最後にプレゼンをお願いします。はい、まあ、大きくはないんですけど、うん、腹筋が結構あるので、まああのまあまあ、脱いだらっていうか、スタイルがそんな悪くはない、くが見えるんじゃないかなと思います。わかる、なるほど、そう、わかるわかるな。信玄餅。それでは、月子先生から見ていきましょう。月子先生、お願いします。はい、高い。おお、待って、めっちゃ高い。信玄餅が、信玄餅、聞いてきた。よかった、いいね。さあでは続いて浜川さん、お願いします。はい、高い。おお、ありがとうございます。めっちゃ高得点。いいですね。それでは最後に審査委員長原口さん、うん、お願いします。やっぱこの顎のラインからしっかり見せてなるほど、あの象徴的にこの胸のラインしっかり見せて。5点5点ね。点がついて5に超ってのか。結構大きくということで、鬼パイ 21.5 点。めっちゃ高いじゃねえか。すごいすごい高得点。さあ残り2人ということで、続いてどなた行きましょう。はい、行きましょう。最後になっちゃうよりね。最後よりは。じゃあ美咲ちゃん行きましょう。美咲最後になってるのかな。先に行きましたから。じゃあ鳩行こうか。あれ、そういうことじゃないか。動揺すぎ、動揺すぎでしょ。そんなに嫌だ。そんなに嫌だ。すごいですね。この世の終わりみたいになりましたね。原口さん、なんで、なんで私が最後。鳥ですよ。リバーストフォトお願いします。はい、めっちゃ見せたくないこれ。あ、でもいいですね。いいじゃん。でもいい、めっちゃ感度いいわこれ。これはそうですね。わかるの、わかる。これ感度いいぞ。ちょうどその写真から首だけ出してこっち向いてもらっていいですか。そうそう、首だけ後ろに。あ、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 いいね。ちょっとずれてるから、ちょっとずれてる。ああ、髪の毛前に持ってきちゃっていいの。ちょっと一回ね。プニプニ度を測ってください。失礼します。なんですよ。あ、細い細い。お腹めっちゃ細い。めっちゃスタイル。ここを見せたい。ここを見せたい。なるほど。すごい。これは自信ある。足が長いから。素晴らしい。めっちゃいいね。足が長いから。失礼します。行きましょう。行け、アイナ。直で行け、直で。あなたの AV これほら。アイナ、直で行け。上行って。怖いんだよ。直、下から行け。直で行け、直で。よし、行け、アイナ。怖い。行ったな。一人だけテイストが違うんですよ。では改めておっぱいのプレゼンをお願いします。大きさは小さいですが、重力に負けない胸をしてます。よろしくお願いします。なるほど、はい、分かりますよ。はい、それでは以上を踏まえて審査員の皆さん、点数お願いします。小さいのは
ね、ダメな気がしますけどね、女子からすると。ダメじゃないってダメじゃない、もうちっちゃい大きい関係ないんだから。どこで審査するんですか。見せてくれるかくれないかだよ。いや全然見せてくれてないじゃん。ゲス、ではまず月子先生点数お願いします、はい、お高い、 8.5 で高い高い。これはあのやっぱスタイルがすごくいいので、うん、どこの部分を取っても綺麗だなって思ったんですよね、うん、続いて浜川さんお願いします、はい、こちらです。おーすごい高い、高い、うん、将来垂れないというプレゼンが素晴らしかったです。そうですね、確かに、はい、垂れててもいいんですよでも垂れないぞというその美意識の高さ、うんうんうん、それでは最後に原口さんお願いします。僕はね今回ちょっと上半身がこう足の長さまでね、うん、全体を見てますから、あ総合的に全体見てますからね、こういう形にはなってるんですよ。何で何だ数字の何だ、これ何数字の何、数字で言うと数字で言うと5 ですね。どうなの、数字で言うと5です。この足にはこのバストなんでしょうね。それはさ、なるほどなるほど、バランスがいいということで、トリパイは 22.5 点でした。トリパイ高い、高いよ、高得点です。さあ来ました、では最後にリアクション王のリアクション王お願いします。リアクション行きましょう。リアクション王スリーサイズお願いします。はい、プロフィール的には89、59、87なんですけど、うん、ちょっとウエストは際どいですね。なるほど、でも89って相当ですよ。 あでもすごいいいウエストしてる。いいウエストじゃん、めっちゃいいウエスト。結構あもう触っちゃいましたけど、あもう触っちゃいましたよ。ルール違反ですよ。いいね、いいね、いい感じの体。アイナさん、アイナさんの後ろから T シャツギュッてつまんでもらっていいですか。あ、いや、行きましょうか。 T シャツを後ろに引っ張ってもらっていいですか。こんな感じ。あこれはもう答えじゃないですか。いいんじゃないですか。なるほど、ちょっと掘り下げてきますか。はい、ビバーストフォトお願いします。イエーイ、あーイエーイ、イエーイ、いや、出かけりゃいいんじゃねえか。完全に出かけりゃいいみたいな。社員のサービス精神よ。いや、ちなみにカップ数はカップ数は F カップです。あーいやー、なるほど、こういうピーナッツありますよ。いや、何だこれ、エロくないものに例えるこれ行くんですか、プリンプリン。もちろんです。勘弁しないよ、アイナさん。もちろんです。アイナさんの言うことは絶対ですからね。いやいや、時間で行くって言ったら聞かないんだから。僕もされちゃうから。じゃあ、はい、アイナさんのこだわりが、あれもう見えちゃうサービス精神、ここに挟んでいただきます。アイナさん、趣味に走られてる。急に親父みたいになってますけど、アイナさんが放送するんですか。ごめんなさい。放送しますか。アイナの皮をかぶった化け物ですから。失礼します。失礼します。ローマ人ですよね。めっちゃくびれてる。やばいよ、これ。体も綺麗。時間、時間。すごい。本物かどうか、ちょっと。いや、本物です。いいんですか。はい、大丈夫です。あ、水着に手入れてる。これは入れてます。本物ですか。ニップレス。本物。あれみたい、あのスワマ。スワマ知らない。何スワマ。え、何何スワマ知らない。プロレスか。スワマってプロレスだけど。わかります。スワマ、お菓子のやつ。お菓子のあの上がかまぼこみたいになってるピンクの駄菓子で、あの弾力がすごいあるんですけど、もちもちしてスワマ。そんなおっぱいの柔らかさを知りたい。スワマの柔らかさを知りたいわけじゃねえ。では最後にプレゼンをお願いします。ますせっかくなので、あ、どうぞどうぞ。はい、ああもういやこれ、これ自分で言ったからね。はい、俺らが出したわけで、出せって言ったら自分で言ったから。でも早くして忙しいから。怖い怖い怖い。肌の白さと柔らかさがアピールポイントで、近くで見ていただくと分かると思うんですけども、うん、胸の血管がすごい透けて、ね、出てる。やばい、ちょっと目が悪いんで近くで行っていいですか。ちょっと目が悪いって目が悪いって目が悪いって見えないんで。それ以上近づかない。もう時間ですか。延長お願いします。なんだよこれ。もうお店じゃないんですよ。原口さん次行きましょう。ダメさ、やっぱダメだよ。やっぱ客引きのところダメっすね。案内所ちゃんと行きましょう。誰や、誰や、誰や。指名の社員じゃないですよ。お店の指名。誰も鼻ついてないよ、鼻が。今入れようとかじゃないですか。違いますから。よくわかりますね。原ちゃんもよくわかる。それでは審査員の
皆さん点数をお願いします。これはね高得点ですね。あいさん自分のやつこれちょっと入れて自分の声ちょっと自分のやつは何色何色何色自分のプリプリチェック諦めてね。何の番組なんですかこれ。いやそういう今さらねえだろそりゃ散々やってきたんだろ今さらねえだろ。月子先生からはいお願いします。10点で色形弾力色形弾力パーフェクトだと思います。それでは浜川さんお願いします。はい、はい、満点です。おーおーすごい。サービス精神が素晴らしいです、はい、自信があるんだなっていう。では最後審査委員長の原口さん、はい、お願いします。8点です。8点出た出た8点。ようやく来ました。いや来ましたねまさにあれですね。ようやく来ました。この8はもう美咲ちゃんのために撮ってたみたいな。そうですね美咲の8ですねこれは。これはすごい美咲倍28点です。すごいこれはすごい。さあこれで審査は以上となります、はい、審査委員長の原口さん、はい、最も点数の高かったビバストグランプリの発表をお願いします。はい、わかりました。ビバストグランプリは28点の美咲でございます。はい、月子先生、はい、おっぱいを美しく保つと運勢的には良くなるとかいうのはあるんですかね。上向きっていう言葉もありますけれども、うん、そういった形をキープしていけたらやっぱ胸を張ってるってことなんですよね。それだけ普段から、うん、なのであの胸を張って歩けるっていうことはその自分をそのまま出せるっていう自分の自信があるっていうことにもなりますから、はい、ちょっとなるべく肩をこう。あ、おっぱいも上向いてる方がいいと思いますか。運気も上向く。はい、ということで浜川のお二人本日はいかがでしたでしょうか。いや素晴らしいよ。素晴らしい。で最後は美咲ちゃんのもう、はいはい、横綱おっぱいですか。横綱おっぱいでしたね。見事でした。見事でした。はい、そんな浜川のお二人からお知らせがあります。うん、はい、夏に舞台があります。ここに貼らせてもらいました。ね、アズマックスさんプロデュースのファイヤーヒップス第9回公演8月の5日と6日、うん、昼夜の、はい、街ねそわれの4回公演でございます、はいはい、場所がスクエア荏原平塚ホールという場所ですのでぜひ最寄りの駅は武蔵小山で武蔵小山になりますね。はい、武蔵小山もしかしたらポロリもあるかも誰が誰のねはい、ということでゲストが浜川のお二人ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。マヨバカ虎の穴で選ばれた優秀研究生を紹介する原口の穴。あの前回のこの森丸だけどさ、はいはい、ここにちょいちょいイケてんのよ。おやった。だからこうなんていうのこっちがダメ出しする間もなく終わってしまったから、はい、前回ちょっと今回 もっとパッと刺すからやってみて。はい、わかりました。パッと言うから俺、はいはい、明石家さんま。明石家さんま、志村けん、あいーん、明石家さんま、ビートたけし、困ろうキャバクラ嬢とのシステム一緒なんですね。今日あの私服デーだって聞いてます今日はお金したい人はすればいいと私は思うんですよ。勝手にすればいいじゃんって思うんですけど付き合ってたんですよ。写真すげえ撮るやつと不倫したくない絶対証拠だ